皆様こんばんは。在宅歯科カレッジの放送を始めていきます。本日のゲストもタッサさんとナナミちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、じゃあタッサさんから自己紹介どうぞ。株式会社つなつくで今代表させていただいております理学療法士の立田です。歯科とセラピストの連携を今やっている事業を行っております。よろしくお願いします。はい、じゃあナナミちゃんどうぞ。はい、いつも池川先生や辰田さんと一緒に歯科や全身のことについて学ばせていただいております。地方の一般歯科診療所で歯科衛生士をしております後藤です。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしたい所存なんですが、本日の企画なのですが、もしかしたらお蔵入りになるかもしれないと思いつつ、まあ、とりあえずやっていくんですけれども、はい、お二人とも今回の点数改定でベースアップというものがあるのをご存知でしょうか？はい。はい。はい。というわけで、それの申請書がね、本当は6月の3日までに出してくださいっていうのが、ベースアップの1と2があって、2の方が施設基準厳しいんだけど、1のそのほとんどの歯科医院が取れるって言われてる申請書の申し込み期間が、なんと6月21日まで引き延ばしになりました。おでですね、まあ皆様からのご意見を一言まとめますと、わからないというコメントがよく来ましてですね まあ正直私も調べれば調べるほど分かんなくなってくるっていうのがなんか辛いところなんだけど、まあそんなにみんなが分からないというならば、もうこの際ここの3人で一緒に全員分かんないから申請書を1回例題作って書いてみようぜ案件です。途中で書けなくなる可能性があることも含めてやってみればいいんじゃないかと思いまして。はい。はい。というわけで、今これ見えてるかな？はい。一応、厚生労働省のホームページからダウンロードすると、この書式は、Excel シートでダウンロードできます。で、このピンク色になってるのも色見えるかな？ここのところを私たちが埋めていく必要性があります。というわけで、まず保険医療コードからやるか。まあ多分ね、これ7桁なんだよね。で、今何をしたかったかっていうと、あえて6桁で入れようと思ったのに、私が間違えて記号を入れたので「は」って言ってた 7桁になっちゃったと思って。で、今0000を6個入れたの。0を6個入れて、これエンターを押すと、こんな感じでエラーが出る。なので、キャンセルをして、まあ今、記号間違えて入れちゃったの。これで7桁っていう判断をしてるから、まあこのまま次行くね。まあこれは自分のところの、レセプト出すときに、絶対に保険医療機関コードって入れるから、私たち。多分管理者とかレセプト触ってる人はわかるはず。それは確認してねっていう。で、まあ、担当者の氏名は、すごい名前になったね。まあ、こんな感じにしとく？ まず、よいしょよいしょよいしょ。まあ、番号は03の0000とかで、まあ、こんな感じでね、まあ、入れて、で、ここに、これ正確な名称を入れなきゃいけないんだ。なんだっけ、歯科外来在宅ベースアップ料かな。ちょっと一回暗転するけど、みんなには多分、ちょっと待ってくださいね。歯科在宅ベースアップ、正式名称なんてわかんないもんね。わかんないです。わかんないよね。あ、はい、すいませんね、今安定しっぱなしだけど、ちゃんと戻しますからね。ちょっと待ってね。はい、戻ってきた。はい、すいません。はい
というわけでこういう風に入れなきゃいけない。これは正式名称じゃないといけないってことですか？うん、ダメだね、申請書だから。基本的に施設基準の届出を出す時のこれが表書きに値するの。で他の施設基準を出す時もこの表紙を書かなきゃいけないんだよ。なるほど。だから今回は歯科外来在宅ベースアップ評価による一応出すよっていうので、まあ全ての基準に適合してないと届出ができませんっていう、要は不正なことしてないよねっていう、してませんと。で療養担当規則に違反したことないよね、今も違反してないよねっていう、はいそうですねっていう、もうなんかとりあえず不正なことしてないよねって確認されてる。で一時ね、これって逆に不正にチェックしない人なんかいるんですか？いやそれは出せないでしょ。そうですよね。うん、いや今チェック外すよ。チェック外すとほら、すべての基準に適合していない場合には届出ができませんなので、あのそれを持っていったら元からいや受け取れませんって言われて帰ってくるだけだと思います。なるほど。はい、というわけで、まあ、基本的にはあの実態に即して書いてはいただきたいんですが、まあ、基本的には4つにチェックが入ると思いますっていう、まあ今日の収録日がね5月だから5月の26って入れるでしょ。で所在地に関しては東京都、これなんだ、住所入れるのか、ちょっと待ってね、もうすでにここで詰まるんだね。うん、でもそれは解説者名とかも分かんないですね。え、解説者名とかも分かんないですね。あ、それはさすがに分かると思うな。あ、そうなんですか。あのね、解説者と管理者であるんだよ。あ、そうなんですか。で個人の先生だと、解説者と管理者は一緒のはず。だからななみちゃんところの院とかは先生一人だもんね。はい、だからもうそこは自動的に院長先生の名前が書く。ちなみにうちの院は解説者と管理者別よ。へえ、そうですよね。そう、理事長とかですね。そういうこと、そういうこと。あ、住所書くんだ。医療機関名の所在地、住所と、あ、ここ住所だって。住所で、で名称は、名称はまあ名称、名前ですね、そう、あの丸、医療法人なんとか、丸丸歯科、なんとか歯科クリニックとか。そういうことよね。で解説者はフルネーム書いて、でここは該当する信越局の名前を書くはず。地方とか県の誰かってことですか？え？市とか県の誰かってことですか？あ、違う。例えば、うん、私だったら該当するのが関ごめんね、うちミス、関東信越厚生局だから、こういうこと。なるほど、はい。だからななみちゃんだと東北だから、東北信越厚生局なのかな。はい、とかそんな感じなのね。でここまででこれの表書きが完了になりますと。で次ある4枚あるんだよ。4枚もある、この他にですか？いやそうだよ、だから長えよって言って、こんな短いんだったら一人で撮っとるわえ先生、ちなみに、うん、あの歯科外来在宅ベースアップ評価料は、おう、うちみたいな個人院だったら、ここはまた違う名前なんですか？一緒。今、うん、そのベースアップって言われてるものって、歯科に関してね。はい。
歯科外来在宅ベースアップ評価料の1と2しかないの。あ、なるほど。で、基本的に、1が大半の歯科医院が取れるやつ。で、2に関してはほとんど歯科では取れないと思ってもらって構わない。わかりました。これざっくりとした言い方ね。だから基本的には1だけ調べて、で特に、うん、まあ、私は東京歯科保険協会の理事やってるから、もう2に関しては分かんなかったら協会に連絡してくれって言ってる。ほうほうほう。もちろんあの協会にね、あの毎月のお支払いをしていただいている会員の皆様にしかご説明はできないんだけど、まあ、なんかあったら来てねみたいな、まあ、あとはね、歯科医師会さんがサポートしてくれてるんだったらそっちに聞いてねって感じかな。はい。というわけで、はい、じゃあこちらですね。はい、この書類になるわけですよ。で、先ほど委員コードと保険あの名前入れたじゃん。はい。それがこっちの別表2の書かれてるやつのここが自動的に次に入るってこと、うん、緑色のところは勝手に入るよ、うん、でこの表に関しては目の前で邪魔をされたから笑ってしまった。まあいいや、あの病院なのか歯科医院なのかっていうのを聞かれてんのね、これ、うん、で今回はうちは歯科だから歯科の方にチェックを入れると、うん、で外来医療の実施の有無ってなんだ？なんだって言ってもわかんないよね。まあ、在宅診療実施している保険。以下の場合は、下に入るんですかね。届け出を。外来医療などの実施の有無って基本的に外来、ああもう関係なく歯科なら歯科、医科なら医科にチェックを入れろってことだこれ。あ、そういうことですか。でもなんかさ、もうすでにここで突っかかんだなって思うけど、うんうんうん、で対象、うん、でこれも今まあじゃあ3人ぐらいとかにしとく。はい、うん、これ何、半角でいいのかな。ゼロより大きい数であれば、あ、ちゃんと半角になったわ。でここでさ、うん、点って出てんの分かる？分かります。急に点表記になったでしょ。はい、ね、これなんかね、パートさんとかのその人数を 0.5 とかなんかで計算するんだよね、なんか時間によって。なるほど。パートさんは 0.5、人だったら半分になるのかと思いました。絶対ならない。なんかそこら辺はね、なんかまた細かくやっていくとわけわかんなくなるから、まあ、今回とりあえず人だけで判断しようか。で、まあ、はい、とりあえず95はこれで OK。で、今度は参考賃金の引き上げ計画書作成のための計算シートというものを入れなきゃいけません。はい、下をご覧ください、うん、ここにね、はい、いっぱいあるんだよ項目。ほら見てよ見てよ、はい、見てよ、ここいっぱいあるでしょ。まだ、いやまだ横にあるからね、これ。え？お、そうなんだよ。これでどこ開くの。あー、もうだもんね、どこを開くの。今ね、後ろで厚生労働省の書類の動画を見ながらやってるからね、今。それでもこれだからね、今。参考賃金引き上げのためのってないじゃんね、こっちか。参考さ、これか。なんでそこだけ赤くなってる。そしてなんか、はい、ズームのやつが出てきて見にくい。これか、これやな。はい、来たよ。でさっきみたいにここ自動で入ってるでしょ、はい、で今回これ在宅のベースアップの1ってやつなんだけど、これに関してはね、今回新規だから全員新規なんだよ。
うん、あここは絶対に新規、うん、でまあこれ新規の場合は届け出月以前で最も近い月をチェックすることとされてんのね、うん、で6月までだったら3月にするんだよ、うん、あの届け出よりも前の最も近い月だから、うん、だからもし届け出をするのが7月だったら6月になるってことだね。で今3月のところにつけたじゃん、今ちょっと1回、はい、あダメだった。そしたらねここに自動的にチェックが入ったのよ。はい、はい、見えました。あ本当？じゃあ6月にするよ。そうするとほら、はい、ここがあるからだね。でこれ何かっていうと、これベア1で省略するんだけど、ベア1により算定される点数の見込み、ベア2に該当するかどうかのチェックだね。で算出する際に用いる対象職員の給与総額などの期間で、対象職員の給与総額が前年の3月から2月まで分を計算してねと。で対象職員の給与総額、対象期間の1月あたりの平均、うん、で、ここに対象職員の給与総額については賞与や、法定福利費の事業者分、事業者負担分を含めた金額を計上すること、ただし役員報酬については除く。要は一月分の給与を書いてくださいと。でそこに関しては賞与も含めていいよっていう話ね。なるほど。でこれ確か計算するシートあったと思うんだよな。ちょっとごめんね、どこだっけどこだっけ。計算するシートが、どこだ、あれこれにはないのか。お、ないっぽいな。これすごい量ですね。これやんなきゃいけないんだよ。やる気失せますね、なんか。やる気失せるやろ。うん、計算する別のシートがあるんだよ。ちょっと一回安定すんね。なぜなら、うちの委員の計算表が入っちゃってるからな。それは良くないですね。そうなんだよ。でもなんか、これやってくれてるんですね。いや、先生そうなの、そうなの。すごいな。クリスト。あー、やばいですね。まあ、一応そうすると、一回安定しちゃったけど、ちょっと戻すか。今ごめん、すぐに出せなかったんだけど、とりあえずこの給料の総額を計算することはできるのね。例えばじゃあ一月30万だったとするでしょ。うん、で30万だったとすると、よいしょ、まあ30万かける12になるよね。うん、12だから、ごめんね、多分2人には見えてないけど、12イコール、そうすると360万で合ってる。はい、ちょっと眠くなって頭がだんだん回らなくなってきたけどでそうすると賞与があるでしょ。賞与がいくらかになるけど、まあ賞与が2回あったとしてプラス30万入ったとすると、30万かける2で420万だったとしようか。はい。で、ここに法定福利費などの事業者主負担を含めた金額を計上することって書かれてるんだけど、これを確かね、ごめんこれ間違ってたらあれなんだけど、今賞与を含めた分で420万になってるでしょ、うん、これに対してね、1.65 でいいのかな。なんかいろいろとあるんだよね。その
雇用保険とか厚生年金とかいろいろあるじゃん、入れようと思ったら、はい、でそれを全部金額を計算すると大変だから、もうまとめてこのパーセンテージを上乗せしてくれればそれでいいよ計算してっていう風に言われてんの。へえ。でごめん、それが確かに、じゃあ手取りの分からじゃなくて総支給からってことですか？今そうだから420になったわけじゃん、総額が1年間分が、はい、だからそれに、はい、1.0165 かな、かければいいんだよね、うん、おやべ、本当に眠いと頭働かなくなってくるな。426万円になりました。あ、本当？え、いいって、もうさ、このパソコンのさ位置がさ打てないからさ 1.01655 にすると、え、ないくらだって？ 426.93 万。426.9、もう426でいいよ今回、426万円になるのね。そうか、それを12で割って、35.5万、割る、あ、1が押せない、12、いくらだって？ 35.5775円。 35.5 でいいや、だから35万5千円ぐらいになるんだ。あ、これで35、40、100、1、10、100、1、10、100、1000万、10万、これで合ってるか？合ってます。で今回は前回届けではないからここは無視していいよね。で初診の算定回数がまあ大体、もうなんか分かんない、委員によって、平均回数わからんから適当に入れるよ。はい、すごい、3000回とか、お前何人従業員いるんだよって感じになるから、ちょ、初診が20回だったとして最新が30回算定してます、訪問診療居宅に行った回数をじゃあ10件行きましたにしましょう。ほらな、一概入らないんだよ。飲酒のパソコンだからですか？そうだね。あのね、1とタブキーと U が入らないの。だいぶ大事、入らないの。で、あと半角と全角のあの左上のところも死んでるから、もうあの、いちいち右下のもうポチっていうところで変えないとダメなの。あと施設行ってると、施設行ってると強いんだよね。まあ50ぐらいにしとく、うん、はい、まあこれ大体でね。でそうすると、よいしょ、しか、あ、やだ、しでかしました、すいません。そうなのよ、これね、わかりにくいんだけど下なんだよね、しか、あ、しかと、これは上の1から4は医療なわけですね。そう、なるほど。ほらもう頭働いてないからさ、もう下地になってる。まあそこをコピーしちゃいましょう。うん、確かに。いや、もうなんかね、20でいいや。え、20？ 50 か。で、これを上を消さなきゃいけないんだね。はい。はい、消します。はい、消します。ね。C と一緒にしてあるからね。で、そうすると、ここで自動的に、出るんです。すごいね。4.8% もいくよ。え、すごい。すごい。これね、肛門を消すじゃん。今、ここで計算して自動的に入ってんだよ、これ。肛門消すじゃん。急に点数下がるよ。これ。すごい。めっちゃ下がる。私 2% って言われました。事前にも。いや、そうなんだよ。で、2.何%を目指すんだよ、これ。で、歯科の場合は計算すると割と持ち出し分が増えちゃうんだよね。んー、以下はね補えてるみたい。だから歯科は出してもねっ
ていうのは多分そこもあるんだろうなとは思う。だからこれをもっと減らすと、まあ、200件とかにすんじゃん、うん、そうすると 1.69 とかだよね、うん、だから今さ私結構1日外来でしんどいなって思うのって、うん、1日20から25見ると結構辛いなって思うんだよね、うん、一人で、うん、でそれはきつい、うん、それはきついでしょうね、うん、うん、そうだね、途中でブリッジ形成とかね楽なところだったらいいんだけど、そこで1時間コースのが入ると結構しんどいから、バッシュとかね、まあ、バッシュもねすぐ終わるやつと終わんないやつあるからね。でそうなると20、まあ20だとして 20×5 でそれでも最新まあ 100 の、そうするとでも4周あったらそれだけで400になるのか。そうですね、うーん、あー、まあ難しいよね、今入れてみて思ったけど、初心こんなに来るかな、20来てんじゃないですか。え、外来、来てんすね、うん、うん、あ、そっか、来る、来ない、うちは来ないですいやでも来ないよね、私もそれはそう思う。え、でも 10ぐらいのもん、10ぐらいか、10来たらいい方だよね多分。あ、ごめん、ノーコメントになったから、もうとりあえず10にしていい？10も来てるかな？もうとりあえずそうしとこうぜ。あ、じゃあ分かった、5にしよう、5にしよう。いやー、でもだからやっぱで、だから回数超えてるところはちゃんと行くんだな。まあ300ぐらいにしとこうか。そうなんだ。だからね、でも大体ね、こんなパーセンテージだと思うよ。うん、まあ見込みだからね。あ、何何？改善率っていうのは 1.83% 上げなさいっていうことですか？ね、改善率はできれば 2. で、本当にもうね頭が働いてない、用意をしてないからあれなんだけど、で、なんぼですよね。ね、分けてあげてもいいし、令和6年と7年でしょ、だから令和5年を起点として、そこに対しての何パーセント以上上げてください、それを6年と7年で2分割して上げても構いません、6年で1段階目上げて7年も2段階上げて結果的には同じ合計分上げましたでも構いませんっていう風にされてる。なるほど、で段階上げでもいいわけですね。そう、ごめん、そこがね確か目標数値が 2.3 か 2.5 なんだよ、だからこの、足りてないじゃんこれ、はい、なそれは現状持ち出しになるってことだよねであと、ここにはあ、でも書かれてるから、そうか、そうだね、あの初心の点数が上がってるんだけど、今回ベースアップ関係なくね、でその上がった点数分は委員の収入に入れるんじゃなくて、あのできる限り職員に還元してくださいって今回言われてんだよ。ましたね。うん。ただそこをどこまでみんなが把握してるかなっていうのは思うな。なるほど。私は YouTube 見て聞きました。聞いたぞと思って。ねえ、どこまで把握してると思う？え、先生ですか？先生たちかな。ね。はあ、まあ、そこはさておき。うん、どうぞ。ない、多分 YouTube 見てないと思ってるんで、先生は。うん。私は全部見ましたけど。結構ね、みんないろんな人がベースアップの話してるからね。うん。賃金改善報告書、はい、これを書かなきゃいけないわけですよ。これは大変だ。はい、これだよ。いかがですか？もうこれを見た時点で私はやる気が失せるんですが
もうこれがさっき言ってたやつだよ。令和6年および令和7年について一律の引き上げを行うか、令和6年度令和7年度において段階的な引き上げを行う。なるほど。でどっちなんだ。多分うちはこっちだな。うん。でその理由はうちはその専門にお金をやってくれる人が理事長が用意してて、理事長とで話し合ってるからあれなんだけど、多分一回計算してみないと分かんないよねっていう、その何パーセントになるのかがっていうのがあるのと、あとはその実際にじゃあ目標数値を立てました、でもその通りになるかどうかは実際の売上を見てみないと分からないじゃん。そうだからずれるんだよ。うん、だこれは計画書であって実績報告書じゃないから、うん、ある程度の目標数値でいいんじゃないかとは言われてる。なるほど、うん、ここまでにしとこうか。多分こっからやばいから。なんか自我を急に増えましたもんね。いやそうなんだよ。でもちょっと待って、あれさ、一回今日もうさ、だってもう1時前だからさ、実際の収録時間。とりあえず今日ここで終わりにして、ちょっと私ももう一回勉強してくる。ちょっと、あんまりにもふんわりしすぎてたね。目標数値が何パーとかさ。いや、でも難しいですね。これをやるってなると相当大変そうですよね。うん、だって月平均とかも、もう、いつのからの平均を取りながらあれして、書けばいいんですかね。ね、なんかそこら辺も全部頭で考えてたはずなのに、ごめん眠い。ていうかみんな眠いでしょこの時間もう。というかまあそんな感じなので、まあ一回ちょっとここで切って、ただ結構大変だなっていうの分かったじゃん。はい、分かりました。あのね、任せられる専門職、資料の人に任した方が楽だと思うよ。確かに。うん。って思う。専門知識必要ですね。そう。で、さらにさっきも言った通り、結果的に1年後に多分実績表を出さなきゃいけないんだよ。だって、なるほど。そうじゃないと実際に上がってたかどうかの確証がないじゃん。うん。見込みからですもんね、計画書だから。あ、そう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 。まあ要はあなたたち会社にお金入れてないよね、ちゃんとスタッフに還元してるよねっていう。なるほどな。だベースアップでこの分上げるんだから、その分を、うん、どうぞ、うん、いやなんか今ふと、え、上がった分もまた所得税として引かれるのかなって。ああ、それ上がったまた税金が引かれるんですよね。それはそうだよね。ですよね。すいません。いや、でもまあもらっても嬉しいけど、その分税も上がるよねっていう印象はあるってことだよね。うん。そのあれだよね、あの、うん、階段状に上がっていくじゃん、うん、だからその階段のギリギリのところで踏ん張ってくれてればいいんだけど、そっから上がって最初のところだと辛いよね、うん、終わりにしよっか。というわけでちょっと待ってね。はい、在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いします。